ポール・エルバート・ハムは、アメリカ、ウィスコンシン州ウォッシュ・バーン出身の男子体操競技、選手である。一卵性創生児の兄は、モーガン・ハム。現在は、オハイオ州立大学にて、アシスタントコーチを務めている。2000年シドニーオリンピックに17歳で、双子の兄モーガンと共に出場、団体総合5位となった。以後、アメリカチームの中心選手として活躍する。 2002年と2003年の全米選手権でそれぞれ金3個を含む5個のメダルを獲得。2003年の世界体操選手権で個人総合と床の2巻に輝いた。個人総合優勝はアメリカ男子史上初である。2度目の出場となったアテネオリンピックでは金メダル1個、銀メダル2個を獲得した。この大会では個人総合及び 種目別鉄棒で採点トラブルに巻き込まれた。オリンピック後アニモーガンとともに、オハイオ州立大学での学業を優先するため、競技生活を休止していたが、2007年2月から現役へ復帰し、全米選手権の種目別床で優勝、3度目のオリンピックを目指した。2008年は、パシフィックリム選手権、アメリカンカップ、ウィンターカップチャレンジと順調に優勝を重ねて、 実力を示したが、5月22日に全米選手権で右手第4、中手骨を骨折、手術を受け、7月3日まで復帰できなかった。それまでの実績からオリンピック代表候補に選ばれていたが、7月19日の競技会では、痛みのために試技内容を変更せざるを得なかった。7月28日、ポールは右手の痛みをかばって、 左肩まで痛めたことから代表を辞退し、現役引退することを発表。代わりに、ラズバブサが選ばれた。2010年7月ロンドンオリンピックを目指し現役、復帰することを発表したが、選考会には出場せず再び引退を発表した。2011年9月3日に、タクシー運賃 23US ドルをめぐり運転手に、暴行を加えた容疑で、逮捕されている。ありがとうございます。